再会がまるまるな人間と吸血鬼でもなんかあれだななんか納得いかないな何がいや俺弟に会ったの20年ぶりだよずっと心配して探してたんだよ俺なのに感動の再会が論破されることから始まるってどうよああねじゃあやり直す何を再会うーんちょっとお願いできる分かったじゃあどうする 昔処刑された弟であるノアを転生してきたブランが見つけるところから始めるあれちょっと謎設定入ってるなえ転生そうそう嫌ならタイムリープでもいいんだけどいやどっちもいらないんだけどでもどっちかにした方がいいそっちの方が流行るいや俺は感動したいだけ別に流行らせようとか思ってないから転生かタイムリープした方が感動すると思うけどでもしてないから現実に忠実に行きたいのよ俺は。 現実は論破されてて弟っっかたそうだけどまあ確かにちょっと盛りすぎたかもしれないじゃあこれはノアはブランにとって推しだったってことにしていやだからもっと普通でいいんだってば普通はダメだってば今や推しか鬼じゃないと流行らないよなんだよその二択は てか俺吸血鬼だからすでに鬼は鬼なのよでも俺兄貴に会っても別にそこまで感動してないそうそうそれそれなのよお前もっと感動しろよ突然ディベート対決申し込んできてさだって俺たち2000年くらい生きてるまあその中の20年なんて人間で言えば1年くらいの感覚でも弟が1年も失踪してたら心配するだろ普通なあリちょっと待ってお前たち2000年も生きてるのああ うん、吸血鬼だからねえじゃあさ僕が前の輪にドヤ顔で弱い人ほど相手を許すことができない許すということは強さの証とか言ったらどういう気持ちで聞いてたのガンちゃんが言ってたなって思ったバレてるガンジーの名言をパクったのバレてるしかもソース元と友達っぽい最悪だよ恥ずかしい恥ずかしすぎる大丈夫だよ俺たちそういうの慣れてるからドヤ顔で人生のアドバイスされても可愛いなって思うだけだから見下してるじゃんそれ見下してる方の可愛いじゃんえやば てか言ったこと全部恥ずかしくなってきたんだけどごめん二人と再会するところからやり直していいひじりですみんなは黒歴史ある僕中学の頃関西弁のキャラに憧れてある日突然関西弁話し始めたことあるみんなポカンってしてたわいや今思い出しただけでもきついな君の血で養って